ああ。はい、そんな感じです。どうもこんばんは。こんばんはです。1時からやってます。1時からやります。1時間だけやります。こんばんは、うろこさん。こんばんは。1時間だけやります。なぜ1時間かというと、1時間かというとテレビ見たいからです。テレビ見たいからです。すいません、昨日9時からやるとか言ってましたけど、テレビ見たいからやります。1時間だけやります。時間だけやります。あで、さあ、待ってね、上のさ、上のカメラをさ、あれねんですよね。マックスか。そう。はい。行きましょうか。カメラでも撮影しておりますので、それからですね。開始します。時間と言いつつ、時間と言いつつです。敵はよくやってきますね。今日敵はよくやっていこう。頑張って。頑張るぞ。頑張るぞ。何してるんですか。喋んないっすよ。集中してるから集中してるから喋んないっす。この人、この人喋んないっすよ。
若すぎない？バカ、うん、はいはい、終わり、残回終わりました。ワンは出してます。日本出してます。あえて出しました、もう。出ました。ジャイからいいかなって。そうね。待ってね。でね。あげを、あげを、ここね、この辺、この辺ね、あてきます。受ける。あって何、あって何、あって何、あってなんだ、あってなんだ、あって何、あって何ですか。さっきペラってめくりませんでした。めくったよ。何を？ペラってめくったよ。何言ってんの？何言ってんの？何言ってんの？前。作業止めないでもらえますか。何言ってんの。エアブラシ拭いていきます。エアブラシ拭いていきます。はあ、一番緊張する、ここが。失敗できないから。
ああ、別に止めさせてないんですけど。ちょっと待って、山木野さん、ちょっと待ってね。今、一番集中してるとこだから、ちょっと待って。この後、この後ですね、急遽、山木野さんとコラボ通話、コラボ通話って何？通話するかもしんない。こうご期待。見逃すな。ちょっと大胆に行けよ。怖い。入らないで、入らないで、入らないで。ああ、怖い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 。コメント入って、コメント入ってきます。出てんのかよお前バカ。怖い怖い。よいしょ。
なもんかな。やだよもう。ああ、いいかしら。いいかしらと。ああ、いいかな。いいか。いいか。こんばんは、そんな感じです。お願いします。あ、こんな風に見えてんだ。すいません、なんか何やってんだろこの人って。こんな風に見えてんだ。今確認しました。あえてですね、こう斜めから撮ってるのはあんまりですね、ネタこれメイキングにしたいのであれなんですよ。ちょっと洗ってきますね。
はい。そんなわけで、今日の第一目標は終わった感じですね。って感じです。まゆまさんこんばんは。よいしょ。ふう、今ちょっとエアブラシ洗ってるんで待ってください。ああ、ブーンって音聞こえてたのかな。ブーンって音聞こえてたのか。ません。こんな感じです。あとどうしようかな。踏んでますな。踏んでるんですよ。踏んでるっていうか、これでも24分か、うん、エアブラシしまいますね。お待ちください。ではもう君の出番はない。まだ下地塗って、で色鉛筆かな。それを、下地塗って終わるかな。見えないところでバタバタしてる。どう？終わり。山木さんが米炊いてんのかな今。米の味がね、僕あんまり、めちゃめちゃ毎日米食っておかず適当に作る割には米の味ってあんまり分かんないんですよ。いい米とか悪い米とか、まあ、よっぽどあれじゃない限り分かんないですよね。今これ内輪で乾かしてますので、なんかね、無洗米でもいいですし、別に結局おかずでしょって話で、よっぽどなんだろう、やべえ米じゃない限り、そんなにね、自分家で食う飯に関しては、まあ自分で、結局ね、自分で作ったご飯が一番美味しいんだなっていう。なんかサクッと作って、もうボタン押したのでいるよ。そうか。別にさ、あれさ、こんな公の場で今更なんだけど、どうするとかって言っちゃうのってさ、どうなのかなって思ったんですよ。
まだ何の、うちも何もしてないのにさ、あれどうするとか、先の話をこう、みんな知った、みんな聞いてる中で話すのってどうなのって思ったんだ。つなぐか。自分で作ると自分の好きな味付けできますから、そう、それなんですよ。結局そこなんですよね。探すとこ。これ？しようかな。食べるとさ、あれなんだよね。よくない？ レア感がさ、俺はレア感が欲しいのよ、レア感。まあいいか、つなぐか。つなぐか、ディスコードどれだっけ？これか。ここでやると思ってなかった。あ、そうなの。そうなのね。いいよ、じゃあ。どっちでもいいよ。早く、かけよって話をね。炊きたてのご飯だとどんなお米でも美味しい。それなんですよ。オンラインになってんの？サーバーで通話しましょう。これいつの話？ 7 月27日か。俺が電話かけたらいいのか、これ。あ、出た。もしもし、あ、待ってね。これをデスクトップ音声にしたらいいのか。お待ちください。え？待ってね、デスクトップ音声です。ああ、どうやってやるんだっけ、これ。マイク音声、違う、どこだっけ。違う、設定じゃなくて、OBS の方。入ってない。あ、待って。BGM か。わかった。わかった、わかった。これ、ほぼ。モニターと出力になってる、これ。聞こえるのかな？ 聞こえてんのかな？自分の配信を見たらいいのか？自分の配信を見たらいいのか？今見なよ。喋ってる？ 5 秒前。喋ってない。あ、マジで？ごめんごめん。あれ、モニターと出力。モニターと出力にしてるんだけどな。あと BGM いじるんだよね。やってないと忘れるんだよ、俺。
BGM は、音声ミキサーから出してる。そうですね。モニターと出力にしてる。音声ミキサーってあるじゃん。で、今 BGM とマイクじゃん。で、音声キャプチャーデバイスはなしにしてるから。あれ、これ前、俺これなったと思ったんだけど、設定かな？設定から行く？そうだっけ？ごめん。定にするわ。これでどうだ。こんばんは。どう。聞こえて。我々は。はい。聞こえますか。これで生きたんじゃない。生きてるはず。あ、聞こえてる。恥ずかしい。本当。よし。はい、聞こえてんの。あ、聞こえました。笑い。まあ、お邪魔します。お邪魔させていただきます。なんだっけ。なんだっけ。嬉しいよね、急に。この間だから、はいはい、山京さんとこお邪魔したから。うん、そういうことなんだよ。どういうこと。あの、今度はあなたが。あ、逆にね、あなたが、はいはい、うんとこに来たっていう。はい、お邪魔させていただき、いや、僕はちょっとびっくりして。なんか、この配信の後に、そんな感じでテレビ見たいらしいんですけど、テレビを見て、じゃあその後になんか、企画の話の通話とかしながら、まあ、放送するしない関係なくやるのかなとか思っていたら、そうなんだ。そう、思ったら、急に、殴かって言い始めたんです。わーおと。なるほどね。そう。いやいやいや。まあ。あ、いや、全然大丈夫です。僕は米大じゃなきゃな。あ、綺麗。いい匂いが。綺麗だ。とか、僕はちゃちゃ入れながらしなきゃいけない。失敗した。え、この、あ、違う、その話をするためじゃないよね。1時間だから。そうだよ。そうだ、ごめん、今。僕はね、今、こう、ブラスの話を聞こうと思っていました。僕はね。違う。なんか、じゃあするんだけど、じゃあこれさ、ね、俺秘密裏に動いてた方が良かったんじゃないのかなって。当人同士はさ、だから、じゃあ誰参加とか、そうこう話はやめて、単純に時間の話をします。そうね。そう、時間なら別に、そんなん言いながらうちの放送で言ってるけど、まあ気にしないでいいよ。それは申し訳ない。観光例引かれてないんで。観光例、あれ今日のメールで朝メール返したときにどうしようかなと思ったんだよ。観光で引こうかなって思ったんだけど。ああ。まあ、いいかなって思ったんだけど、やっぱりどうなのかな。まあ、まあ、じゃあ僕ももうこれ以降はちょっと言わないようにしときます。遅い。知らない。そんなに、まあ、ね、大丈夫、まあね、大丈夫。まあ、そうですよ。何時か、だから22時からでしょ。10時から始めるのか、例えば9時から始めて、1時間経ったあたりで、ま、追加で参加してっていう感じにするのか。22時からでいいんじゃない？みんな一斉にしたから方がなんか、温度が違うとあれじゃん。一人だけ温度差があると。なるほど。ではみんな疲れたあたりでその一人全部集中するっていう面白さもあります。いや、なんか、その、空気があれかなって思ってさ。なるほど。あ、そうっすね。じゃあ、うん、せーので始めた方が、なんかみんな緊張して、はい、みんなだんだん一緒に緊張が解けていく感じが。あ、そうですね。いいんじゃないのかなと。じゃあ、22時で行きましょうか。眠くならないことを頑張ってやりしながら。いや、でも、2時間、もうオーバーして2時間かなと。あ、はいはい。2時間ぐらいで終わらせて、うん、12時。1時間半とか。2時間クリスマス終わったら解散だと。ね。なんか、
シンデレラみたいな。そうね。それで。まあ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 。そうですね。そういうことで。じゃあそんな感じで。あれ、あの、レスポンスはどうなの？これすぐ、送るっつって送ったじゃん。あの、メールさ。はいはいはい、はい。すぐ帰ってきたの。え、何の話？いつだ？返事。あのー、やりましょうっつって。はいはい。あ、でも結構そんな別に来ましたよ。そんな。僕がその後、そんな感じさんに連絡するのがめんどくさくて落ちただけで。お前、またお前。またお前。そういうのさ、すぐしな。めんどくさくないから、すぐとかってなくて。なんか、しろよ。来た時で直接話せばいいかなとか思って、その後で。2、3日に寝かして、ちょっと熟成させてから。意味がわからないんですけど、この人。そういうとこよ。そういうとこだから。熟成させて、普段から怒られてます、それで。そういうとこだから。そう。そうそうそう。まあ、まあ、そう、ね。じゃあ今日もさっき、参加者、こういう方々とやりますね、みたいな話を送ったらすぐに。ああ、ほんと。はい、帰ってきたので、で、まあ、楽しみにしていますっていう感じで帰ってきたので、まあ時間さえ、問題なければ、うん、いけるんじゃないかなという気はしております。了解ちゃんです。じゃあ、これもう切られる感じ？クリスマスの、クリスマスの、はいはい。クリスマスの、どっちにするんだろう。それは、俺どっちでも、どうしようかな。イブか、ホンちゃんか。どっちがいいんだろうね。でも、25。なんか、まあ。どっちが来やすいのかな。イブの方がみんな大事なの。世間一般で言う。イブって24でしょ。そうですね。世間一般で言うイブの方がさ、大事なのかな。みんなそっちに行くのかな、どう思う？どうですか？知らんわって、まあ、そもそもぼっち配信っていう名目上誰も来なくても問題ないっていうそうそう、だからその面白企画とかじゃなくて普通に喋ってる方が、そうだね、そうだね、名目が立つというか、そうですね、これがもしね、みんな、ね、参加してよってなった時に、なんかね、イブの方が忙しい。まあ金曜誰も配信、誰も見ないっていう前提だから。あの年末で月末に近くなってくるっていうところで、それも金曜でちょっとしんどいかもしれないですね。それもあるから。だったら土曜日の方が、まあお休みだから。そうそう。の方がいいかなと思って。うん。僕も現状あの連絡する際にはクリスマスとだけ言ってるので。そうなんですね。あ、でもそうか、イブメインか。そうだね。なんかイブの夜、イブじゃん。イブ。なんかイブって言うじゃん。イブじゃん。さ、23日になる。イブ。イブが大事なんでしょ？知らないけど。そうですよね。僕は。まあんま知らないです。ぼっちなんで。縁がないからもう。本当に。本当に？じゃ小なんか今小学校って言われたずっとなんか仕事だったりってなんかあんまり、うん、しょうもない男ですよ。急に暗くなりました。急にペットか家族のそれで行こっか。じゃあはい、じゃあ25のか、まあその22時からの人が僕散々昨日まで散々言ってどっちでもいいって言ってたの。何が、あ、その日にちが、はい、いや日にちに関してはもうクリスマスとしか伝えていないです。あ、本当。そうだから多分普通に考えたら25のことかなと僕もそう思ってたので、20で、そう、まあただどっちになってもいいように日にちは言ってない。なるほどね。一応そんな感じ。そんな感じ。じゃあ。はい。
受講で。受講だ、25だっけ ?25。25で。10時から。25に、うちからですね。なんか、普通に真面目な、時間がかかまあ、どうした真面目な話するみたいな。そう、予定ではその予定ですね。本当に、こんな真面目に喋っていいんですかっていうぐらい。笑い抜きね。もう笑い抜き？笑い抜きだよ。あ、そうなんだ。だってもう、込み入ると、どんどんさ、長くなる。僕が、なんか、怖い人になっちゃう。暴言が。俺、損しかしねえからさ、本当に。いや、でも、今回の集まる方では、ボケキャラがやっぱ少ない。少ないっていうか。少ないというか、いさめる方もいらっしゃるんで。よくわかんないですよ。ちゃんとしようねって。ボケてボケっぱなしばっかりじゃないから。ちゃんとしてくださいねって言ったら大丈夫かもしれないけど。みんなね、みんな多分きっとね、できる。真面目にできる。ちゃんとしてくださいねって言ったらできるのかな。視聴できるように開けておきますねってマイメイさんが。でみんな25日メモメモってメモしてくれて。そう。でマナさんが笑ってはいけないクリスマス配信ということで。だ本当にね多分笑ったら大金。まあぼなんだろうな。僕が突っ込むじゃないですか。はいはいはい。ボケたいんだけど。若干みんなやっぱり一番大きなねそんな感じさんにあれだからボケさせてくんないからボケさせてくんない人がいたりするそれ前回とかに関してはやっぱりボケの女王がいられたそうねいやだボケというか今回はたまたまガタガタになっちゃっただけっていうだけの話が大きい今回は、はい、もう慣れてきてるからその抜きで真面目に絵の話をしたら、うん、誰もほら受ける必要がないというか、あ、そうですね。ボケがいなくなるから、ツッコミも必然的に。本当に真剣に話をしていくと。普通に、いや、多分そうなると思うんですよ。ああ、いや、でも本当に。普通にね。笑っちゃうと、もう笑ってるけど。もう笑っているけれど大丈夫だろうか。心配で仕方がない。笑っちゃうとダメなんですよ。きっとそうなんだよ。笑っちゃうとダメなので、こうやって、そうですね、真面目に、真面目っていうか、普通に、面白い配信。笑い転げる配信じゃなくて、その聞いてて面白い話。ああ、面白い映画。ファンじゃなくて、インターレスティング的なね。はいはいはい、みたいな。はいはいはい、みたいな。面白くためになる、ね。そうそう、はいはいはい。そういうことね。はい。ことねっていうところ。なるほどなるほど。おーへえはーっていう感じで、ゲラゲラ笑いながらじゃなくて。そうそうそう。うん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 。これで、目指すわね。目指す。目指すのかいっていう。まあ、そうそう。どっちにしろ10時から、これ、10時から始めるで10時でいいんですか？その、いつものことながら30分前に集合。30分前だよ。30分前にしましょうか。いや、もしかしたら45分でもいいかもしれない。15分で大丈夫ですか？今回人数は45分で45分いいですか？15分前でいけますか？45分前だよ。あ、45分前か。45分に集まってじゃなくてね。そう、45分前集合だ。45分それもまた。じゃリハがあるわけですね。で、はい。あ、そうね。そうね。今、まいまいさんが笑いがある配信がいいな。大丈夫です。多分勝手になる。勝手になる。いや真面目にしようとして、でもだから真面目にしようとするから、その途中でちょっと笑いが入っていいじゃないっていうぐらい多分なると。それが一番いいよね。狙ってこうね、新喜劇みたいにしないようにだけして。だからね、なんだろうね。僕の、なんだろう。なんか、添削ライブみたいなさ。ちゃんとするっていう。ちゃんとする。ちゃんとしよう。ちゃんと。みたいな。ああ。笑い抜き、別に茶化すとか、
まあなんか一応ね、一応その名目としてはなるほど、名目としてはためになる笑いの配信ね。だから集合は9時15分そうですね、15分にしてうん、15分にした方がいいと思う。いやいや、もちろんその方がいいですよね。まあでもこの感じであれば、まあ話題には事欠かないんじゃないかな。だすごくね、僕が一番だからエセというか、多分そのそんなことはね、僕もそうだし、いや本当に今回本格的な2人が本格的なそう、そういう話をちゃんと真面目にさせたら、ね、多分って言ってたので、本人が大丈夫ですよって、前回と違うところ、そうですね、前回楽しく、そうそう、ね、あれはあれで良かったんだけど、結局あんまり話できてない気もしますよね。そうなんですけど、ね、なんかやってたかどうか分かんないけど、深い話ができなかったんだけど、そうですね、今回はどこかな、こっちをメイン、やっぱメインね、こっちで持っていって、なんかさ、画面共有がさ、はい、グラファイターさんって言っちゃったけど、何言うんかい、もう言わないように頑張ってたの、今さ、何なんだよもう、今さ、画面共有さ、やってたじゃん、はいはい、あれなんかうまくいかなかったみたいなんだよ、はい、あれってやっぱ重いから無理なのかな。それはあれですよね、向こうの、まあ、違う、この YouTube じゃない方のってことですよね。あ、そうなの。え、じゃないの、こっち。いや、Discord で画面共有してたみたいなんだけど。そうなんだ。俺カメラオンって今押したらどこのカメラが映るのかな。そっちは一旦置いといてみて、こっちなんか。あ。これが出ちゃう。あ、いけるわ。口も一応ちょっと変なものも入って。じゃあ受けと出るの、出るのか、こうなってなんかね、うん、すごい重くなってたよ、配信が。お、来た来た、これを俺が、映像、じゃあ待って、そうですね、 OBS かなんかで、ごめんなさい、なんか一部だけにしたかったけど全部入っちゃってるんですけど。あ、分かった、待ってね、皆さん、誰と喋ってんだよこの人はって。あ、ヤマトキノコでーす。黙った方もいると。どうしようか、何にしようかな。すいません、お邪魔してます。ちょっと待ってね、こっちでこれマイナスにして、ためになる笑いの配信なんかそう、ためになる笑いの配信って言い方をすると笑いを起こすために勉強しようみたいになるからちょっと違う。ウィンドウキャプチャーでいい、はい、ウィンドウキャプチャーでいい。あ、もう全然何でも、ウィンドウキャプチャーで大きさだけだよね、必要なとこだけ切り取ってもらえればいいかと思います。あ、もう早速ごめんちょっと向き見えちゃったあ、まあまあ別に全部見えちゃったけど、この一部分だけこう切るわ、はい、ごめんね。で、あ、いけんじゃん、画面共有。うん、OBS でやる分にはいけんじゃないかな。なんかすげえ手こずってましたよ。それはコラボ配信のなんかじゃないかな。いや多分ね、なんか手こずってたっていうか、すげえ重くなってたよ。もう全部バレるような感じの全部バレるって何が。ああ、いや、なんでもないです。ごめん。気にしないでください。のことね。書きなよ。山木さん書きなよ。これが、ちゃんとしたコラボだよね。そうです。だから、今日もしうちの配信の方に来てくれるなら、最終的にこれで喋って、あとはまあ、無言でも何でもいいからお互い書きましょうぐらいの気持ちの、なんですけど。そうだよね。そう。書いてるフリでいいよ、フリでいいよ。お、ほら、すごくない？なんか画面がガチャガチャしてるけど、俺の。な、僕の画面でかくしなくてもいいと、あと安全に気をつけてねっても連れてる。ですね。あれ余裕でできんじゃん。
何を手こずってたんだろう。いや多分だからその向こうの方、まあ、言っちゃったらいいのか、ツイキャスの方でのあれって言ったわけじゃない、ディスコードの話なんですか本当に。なんかライブで、はい、だマナさんとか、花さんとか多分いたと思うんだ、うん、その時ね。だから YouTube ライブしてたんだね、あの、うん、世界旅行の人がで、で、その、マリモさんを、多分ディスコードでつなぐってだけだったんだよ。じゃあ多分単純にディスコード携帯と、でも携帯でもでき、ああそっか、あ携帯でもできる。まあでも一応携帯とあれで電波が悪かったとかかな。マリモさん本人いるし。何がディスコードですね。何が問題だったの。だからこれをマリモさん、これをしたかったわけでしょ。今俺がやってるようなことをしたかった。僕と山木野さんがしたことを、おそらくパソコンとスマホだったのでは。うんかな。ああそれで、でも主の配信がすげえ重くなったんだ、重くなってたんだわ、なんでって思って。なんかどうなんだろうね、もともと回線その時タイミングが悪かったのかもしれない。そう思うと25日も怖いってとこあるけどね。そうね、4人だし、4人のうちいっぱいいるから4人とか言っちゃう、4人のさ。あ、ちなみにその25日は喋るだけで OK です。書きながら喋るだけでいい、喋るだけでいい。だから適当に画像あれして、どこでするの、ん、誰のとこです、どちらでもいいですよ。でもこんだけ言ってるならそんな感じさんのとこでもいいと思うし。そうだね、なんか俺んとこでまたやると、まあなんだろう、おこがましいんですけど促せるじゃない。ああ、いやいやいや、ありがたい話で。なんで全然それで、アップルだったからちょっと勝手が違う。なるほど、そんな感じさん以外の人はみんな名前言わないように頑張ってます。どうだっていい。OBS 通すとうまくいかなかったみたいで、なぜか名前出すな側のディスコードがミュートになって解除できなかったようです。ディスコードがミュートになって。あ、でもマリモさん後から来たから今名前出さないように頑張ってるんだけど、その一緒にやる人をね。ただあの、まあ、言っちゃってるんであんまりとかあるけど、まあ一応。また俺が先輩みたいな。っていう感じですね。そうね。あ、でもできるって余裕でできるよねこれ。今のところ問題はなく、まあ、まあ、だからパソコン同士だからっていうのが大きいのかな。45分前集合だ。あ、そっか。あ、でも入ってくる分には大丈夫か。入ってくる分には大丈夫か。え、怒られたっつって。ごめんごめん。ピピって言ってるよ。ご飯炊けた。やったー。あ、俺も。9時なのでそろそろまあでも知らなくても仕方ないで問題ないです、ごめんなさい。テレビを見ようかな。声もしっかり聞こえる。あ、よかった、素晴らしいじゃないですか。でもう僕もガンガン書いてるっていう。そうっすね。ああ、これでいいか。いいですか。でちなみになんで今回コピックで書いてるんですか。楽したいから。なるほど。これ上からまた塗っていくの。あの、色鉛筆。だから灰色で。そうね、とりあえずあの、うん、なんだろう。あんまり濃い黒だと、うん、怖いから。あ、そういうことです。そうそう。どっちにしろ、まあ、コピックの黒、むちゃくちゃ黒いですもんね、なんか。うん、むっちゃ黒いから、灰色で。を使ってそこから濃くしていってっていう感じなんです。そう、だるい、まあどっちにしろだるいっちゃ全部塗るんだけど、全部色鉛筆で塗らなきゃいけないんだけど、
ってとこね。あ、コピックの上も全部。そう。まあ、白抜きするとこもあるけど、今回だから楽しようと思ってやってます。すいません。声もしっかり、映像もしっかりしてるって。そうなんですよ。もう楽してうまく描けたらいいでしょっていう、うまく見えたらいいでしょっていう。いや僕もコピックと一緒にやってみたいなって一瞬思ってたんですけど、ちょっとできてなかったんで、なんかその感想を。しんどい、ね、てか前からやってんのか。僕はもう前からやってるっていうか、そうなんですよ。 僕だからエセ色鉛筆絵師なんで色鉛筆が絵師なんでエセなんですよ。いやもうこんなとこですね。ちなみに僕どんどん聞いてる。ちなみに何気になるんですけど、そのコピックの上から色鉛筆はどんな感じ、普通に乗るんですか？色乗るよ。もう全然関係なく普通の紙の上にやってるイメージ。まあ全然乗る。だから、うん、白い目を潰さなくていいから、あボコボコも残ってるし。そう、あそうね、そのなんだな、そのヤマキノさんの感覚がそのどこを目指すかってとこね、はい、俺はその色鉛筆でやると下の白の目を潰さないといけないじゃない、うん、あはいはい、本当に塗り込まないと潰れないじゃない、潰れない、ね、それがめんどくさいから、たまにこういうコピックでやったりするので、この間のパンパステルではしない。スパイダーマンとかはちゃんと、まあ、ちゃんとやるやつはちゃんとやるんだけど、今回簡単に描こうと思って、やってるとですね。簡単に、そう、時短ですね、時短。時短大事。時短なので。最近時間かけてますもんね。そう、だから、でももう、編集時間かかるし、だるいなと思って だるいなと思って、だからなるほど、まあ、たまにはたまにはたまにはねたまにはね、こういうのもそれがどんどん増えていっていいかなと思って。いや僕前からありますよ、やる感じ、楽して書いてるやついっぱいありますから、エアブラシも使うし、使うようになったし、だからね、適当なんです、すみません皆さん。いや、いいと思うけども、何使ってもよくできれば。すみません皆さん、すごいな、頑張ります。急に軽い。頑張ります。軽いな。なるほど、書いてんじゃん。ご飯炊けたよ、食べなよ。別そんな急いで食べない。おかず何？おかずはお肉を買いました。今日のお米はいいお米をもらったんでね。A ブロック始まったら俺もう終わるから。いやテレビ。でも美味しそう。テレビ。でも僕もうお腹空いてるだけで。そう。そうですね。また。せっかくなんでコピックから聞いとこうと思って。またじゃあ、山川さんまたこの後やるの、飯食って。元気ね、元気ね、今日。いや、まあだって別に今日なんかあったわけでもないし。元気ですよ。元気。今日、平日いつもすぐ寝るじゃん。平日はだって次の日が早いから。そうだ、4時とかだった。4時とか5時。でも4時は僕が勝手に起きてるだけで。行くのはあれだけど。そうそう。あ、わかった。またこの後やるんだったら覗きに行くし、山田さんのとこにも、はい。クトクラブ10時からか。多分今あれ11時って。あ、本当？言ってたと。え、そうですよね、山田さん。11時ってうちの配信で言ってくれてた気がする。あ、本当。まあもう。また見に行きましょう。そのところはサクッと終わったので、ね、申し訳ない。こんな画角で申し訳ない。元1時間でっていうことです。ちょっと見せようか。危ない。やだ。あ、僕の画面消していいですよ。こんな感じ。僕の画面消さないと。というわけで。消さないの？
というわけでですね、最後山木野さんの23時かで終わりましょうか。僕の画面をまたさようなら。安全には気をつけてね。大丈夫なのかな。まあいいや、また僕は僕で書きますんでよろしくお願いします。すいません、短くて申し訳ないですね。こんな感じでした。ありがとうございました。山木きなこでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。山木きなこさん、ありがとう。あ、はい。また、この後ナッツするの、飯食って。